皆さんこんにちは、ビームスジャパンのリーです。本日はこちら、ビームスジャパン限定トリトのスペシャルコレクションをご紹介いたします。本日は2022年春夏のコレクションといたしまして、トリトとビームスジャパンの別注になるんですけれども、T シャツを2方、そしてブラウスを1方、そしてスカートとワンピースを1方ずつ、計5方ご紹介していきたいと思います。はい、では早速ご紹介していきましょう。まずはじめにご紹介するのがこちらの T シャツでございます。今回はこう少し丈を短めに設定したデザインになっておりまして、このようなこう T シャツの生地の上からおレースを贅沢にあしらっているデザインになっております。それ後ろは、ギャザーが施されておりますので、ピタッとしたシルエットではなく少しゆったりしたサイズ感になっております。肩のラインも少しゆとりを持って設定しておりますので、1枚でこうさらっと着ていただけるようなデザインになっております。ちょっと左右にアシンメトリーになっておりまして、こう角度によって表情が変わってくるデザインもとても可愛いポイントとなっております。こちらはカラーは2色展開で、サイズは1サイズでご用意しております。続いてご紹介するのは T シャツ2型目なんですけれども、先ほどとちょっと違って T シャツの生地とお袖の部分はカットワークの生地を2つの素材を掛け合わせているようなデザインになっております。ボディは先ほどと同じこう T シャツ地になっておりまして、もともとはフレンチヴィンテージのカットワークブラウスから着想を得ておりまして、袖の部分に繊細な切り抜きのカットワークレースが施されているデザインを採用しております。生地は若干透け感がありますので、七分袖くらいの丈にはなるんですけれども、春夏として爽やかに涼しく着用していただけます。シンプルなデザインなんですが、後ろはこのようにレースもふんだんに施されておりますので、1枚でも主役級の T シャツとなっております。こちらもゆったりしたサイズ感なので、ボディラインを気にせずに着用していただけると思います。こちらも2色展開でございまして、サイズはフリーサイズでご用意しております。続いてご紹介するのが、私もこちら着用しているブラウスでございます。なかなか春夏といえど今すぐ着用はしにくいかなと思うので、今回はコーディネートとしてタートルネックと合わせて着てみました。見ていただけると分かるんですけれども、袖のカットワークのこう透け感がとても可愛くて、いろんなカットワークの生地を使っているので、こう見え方が面白くとてもお気に入りの一着となっております。丈は少し後ろにかけて長くなっておりまして、この裾の部分にドローコードが入っておりますので、今こうゆったり伸ばして着用をしているのですが、こう少し短めに設定してこう丈のアレンジを楽しんでいただくのもおすすめでございます。正面の襟元に贅沢にフリルがあしらわれているのがとても可愛いデザインになっております。前のボタンは中に入っているような隠しボタンになっておりますので、レースのデザインに干渉せずにスッキリとしております。こちらもちょっとこう左右でカットワークの素材感が異なるのもとても可愛いです。そしてこちらのブラウスは私が着用しているこちらの白と黒の2色展開で1サイズでのご用意となっております。続いてご紹介するのがこちらのスカートでございます。今回こちらスカートは新型なんですけれども、ずっとこうお客様からもスタッフからもビクトリアンスカートが欲しいということで、元々のビクトリアンスカートのボリュームも再現しつつ、こう普段使いしやすいようなボリューム感で仕上げております。本当手に取っていただけると分かるんですけれども、レースをふんだんに使用しているのですが、かなり繊細な生地を何重にも重ねているので、そこまでこう重量感なく
軽く着用していただけます。でこちら白なんですが結構重ねておりますので、まあ、透け感はこのぐらいの、こうちょっと光に当たると若干透けるかなというような生地感でございます。なのでこうピチコートの中に着ていただくのがおすすめです。ウエストの部分にレースがあしらわれているのと、こう3段フリルが贅沢にあしらわれておりまして、全て違 こうカットワークの生地になっております。そして嬉しいポイントといたしましては、ウエストはコードドローコードになっておりますので、まあ、T シャツ1枚でこうインして着ていただいてもいいですし、こう今の時期であったり秋口は少し厚めのこうスウェットと重ね着してウエストを調整してコーディネートを楽しんでいただくのもおすすめでございます。そして最後にご紹介するのが毎年人気のこちらのワンピースでございます。今回のワンピースはこちらの白とブルーのストライプの展開でご用意しております。肩の部分はこうリボンの仕様になっておりますので、長さはある程度調整はしていただけます。今このぐらいの長さのこう脇のラインで、私162センチなんですけれども、こうくるぶしが見えるぐらいの丈感になっております。もう少しこう短く設定していただいても全然問題はないと思います。そして嬉しいポイントといたしましては、ポケットが左右にしっかりついているので、なかなかワンピースやスカートでポケットがあるデザインって少ないと思うんですけれども、実用性も兼ね備えているデザインになっております。使用している生地といたしましては、ちょっとドットが立体的な生地であったり、裾の部分は後ろ側はレースになっております。プリント T シャツなどを着ていただいても、こうちょっとこう透け感があるので、ここからこうちらっと透けて見せていただいてもとても可愛いと思います。胸元にリボンもついておりますので、ちょっとメリハリをつけたいなという時はこうキュッと締めていただく と、 ちょっとこうラインもすっきり見えるので、こちらもコーディネートに合わせて変えてみてください。そして結構レースは甘い印象だなと思われる方は、こちらのストライプは爽やかに着ていただけると思いますので、ストライプのピッチの太さであったり、ちょっと色のコントラストが様々な生地を使用しておりますので、夏にぴったりの清涼感があるデザインになっております。いかがでしたでしょうか。こちらのアイテムはビームスジャパン3店舗そしてオンラインでご覧いただけます。また通信販売も可能でございますので、ぜひお電話にてお気軽にお問い合わせください。そしてもしよろしければ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。